皆さんこんにちは、高橋貴子です。非常識に人生を楽しむご機嫌貴子ブックを本日も始めていきたいと思います。なんかちょっと感じましたねはい。今日のテーマはですね、一貫性っていうことについてお話をしてみたいと思います。ですね、一貫性を持つっていうところは、どういうことかっていうと、自分の軸とか信念に近いお話だったりするんですけれどもね、具体的にはどういうことかっていうとですね、私はいろいろと特に社会人経験とか、今のもちろん自分がやっている事業においてもなんですけれども、決めたルールとか自分の考え方とかの方針っていうのは、自分の中で一貫性があるルールで動いているんですね。それはどういうことかっていうと、こういうケースは私はこう判断するっていうのが、軸が決まってるので、そこがぶれないということなんですよね。例えば似たような違うケースがあった場合でも、それが例えばメモ書きで書き留めていなかったとしても、当時の私が判断するんならきっとこう判断したと思うっていう、それが必ず一緒になるっていうことなんですよね。で、一緒にならない人もいるんです。しかも、無意識、ご本人があまり自覚をしてなくて発言に一貫性がなくなってしまう人がいる。で、それは往々にしてどういう場合に現れるかっていうと、やっぱり嫌われたくないとか、その人にこう言うとこういうふうに思われちゃうっていう、保身というかですね、ぶつかることを怖がるとか、そういう時にその人に合わせた回答を出してしまうので、自分の本心とかを一旦蓋をして、合わせちゃうんですね。そうすると本人も気づかないうちにストレスを溜めている場合もあるし、あとは、相手の人もそうだったんだろうっていうふうに納得しちゃうので、関係性の構築が言葉はちょっとね悪いんですけれども、嘘の上に成り立つ関係性っていう形になるので、後でどっか破綻が来る時が来ます、大体。で、そこのギリギリのところで、積み木崩しのようにですね、例えば本音を言ったとした時に崩れるみたいな。だから関係性の構築っていうのは、小さなものが積み上がってその関係性が構築されているので、そこの段階で自分に誠実でいないとですね、嘘を塗り固める形で積み上げていく関係性になるので、一見例えば仲良さそうに見えたりとか、一見いいような状態に見えている関係性が実は崩壊しているとか、そういうことがあったりするわけですね。だから一貫性を持つっていうのは、時には人に「あの人って」って言われることとかもあったりします。貫く形なので、もちろん私だってですよ好きで嫌われようとして動いてるわけでもなく、人によってはもちろんね、批判するような人とかもいるのかもしれないんですけれども、基本的には正直に生きると、決めているわけですよね。だから当然自分も傷つくこともあるかもしれないし、相手も傷つくこともあるかもしれないんですけれども、そこの根っこの部分でもうその人を本気で思う、ないしは関係性をきっちりした大人の関係ですね、ごまかしのないちゃんとした関係性を保ちたいと思うと、どうしても本当のことを言わなくてはいけない時とかがあります。言い方とかオブラートにどう包むかっていうのは、これまたコミュニケーション能力の取り方なんで別なんですけれども、やっぱりそこに蓋をして関係性を構築してしまうと、どっかで破綻が来るなっていうのはここ何件かですね、知り合いであったりとか、知ってる人のところで相談とかされたりする話を聞いている時に感じることだったんですね。だから今ね、テレビドラマで「嫌われる勇気」とかっていうのをやってますけれども、なんていうんですかね、嫌われるためにそう動いてるっていうわけではなく、本当の部分でやっぱり動いていける、言えるという自分でいるっていうのは勇気がいることでもあるんですよね。だけれども多分そういうふうに生きていく方が結果としては楽なんだろうなっていうのはすごく感じる今日この頃なんです。だから一貫性っていうのを保つためには自分自身がこうしようっていうのをきちんと決めたその方向で動かないとダメな時もあるし、時には対峙する人と意見がね相違した時に対峙することもできちゃう可能性はあるんですけども、それでもやっぱり自分らしく生きたいなっていうふうに思うと、そこは避けて通れない。だから人目を気にしないというか、その人その人の環境と状況に合わせて、自分の言う発言を変えないという軸を持つっていうのはやっぱり大事なことなのかなっていうふうにちょっと思ったりしました。だから今日のテーマは、一貫性、発言とか自分の信念ですね。そこのところはやっぱり変えてごまかすと自分が後で逆に傷つくこととかもあったりとか、あとはそれの関係が深くなればなるほど本当にねこの部分は違うんだっていうのを分かった時に、後でのお互いの衝撃とかショックの方が大きくなる可能性があるので、それは小さいうちに誤解がないように関係性を構築していくのがいいのかなっていうふうに思ったりしました。ですので、一貫性、もしもご自身の気持ちに蓋をして無理に関係性を構築しているものがあるとしたら、少し胸に手を当ててみて自分が本当はどうしたいのかっていうのを、ちょっと考えてみる機会を一石を投じてみました。本日の中頃とこれにて終了します。また明日か。はい、それでは。